資金を獲得できる会社であれば事業は飛躍的に伸ばすことができるんだよ。だけど買うことができる会社の種類と事業の範囲っていうのをがっちり決めとかんと総崩れになる例だろうというふうに思う。熱血コンサル基礎産業。業務スーパーの創業者に対するインタビューで、M&A で戦力化するために、買収先の会社をまず安心させるというポイントを挙げられてるんですけども、倒産してしまいそうなほど弱ってしまった会社を M&A で会社の傘下に置く場合に、買収先の会社をまず安心させるということが大事だと思うんですけども、資金面で助けてあげることは必要だと思いますが、その他にできる具体的なケアというのはどのようなことになるんでしょうか。これ難しい質問だな。でもやっぱり一番大事なことって社長自らが発信するんじゃないかな。会社を助けるというか一緒にやっていくみたいなことを言わないといけないんだろうね。だからやっぱ社長にビジョンがないとダメだよな。こういうふうなグルーピングを考えてて、そこにオタクの会社がハマるから一緒にやっていくようになりましたってことが言えないといけないってことだよね。実際あるもんな。うちの知っとる会社でも M&A をした時に作るその主力取引先が変わったっていうのがある。プラモデル作りよったのがフィギュア作れみたいな話になったんよ。そうするとなんかプラも作りたいから俺ら入社したのになんでフィギュア作らにいけんのんやみたいな話になるから離脱するよねっていう問題あるよな。だけどそこはね、実を言うと買った側の方が結構しっかりしてて、フィギュアを作ることによって社員の給料も上がるみたいなね、いうことになって経営が安定するからさ、いうことになるから、まあこの会社は非常にうまくいったっていう例があるよね。だから買収した後の仕事の内容がこのように変わりますよっていうところを見せてあげることが大事なんかなというふうに思う。ただそうは言っても全社員に話すのはもう一言ぐらいでいいんだよ、そんな話やね。ほんで重役にやらせればいいというふうに、どっちかというとビジョンを深掘って示していくっていうのがトップの仕事だと思うから、その他の細かいところは任せて、他のそういう大事なところをしっかり深掘って表明するってことが大事だというふうに思いますね。今プラモデルを作る仕事からフィギュアに作る会社にチェンジするっていうことでうまくいった例があったと思うんですけども、逆になんかこう悪くなっちゃった例とかって何かご存知ですか？っていうかね、悪くなった例の方が圧倒的に多いんだよ、実は。これね、生活が安定するってだけじゃなくって、その社長についていってるっていうのあるじゃんか。社長がやっぱりこう変わるとかいうことになると、バーって離れるみたいなの結構あるよね。社長が変わるってことになった瞬間に、なんか俺みんな辞めますみたいなことになって、うまくいかなかったって。うまくいかなかったっていうのかな。それでもいいんだよ。会社の規模が小さくなって儲かるようになったらいいんだろうというふうに思うね。そこが非常に大事なところだというふうに思う。じゃあ大きいまま引き継げればいいんかって言ったらそうじゃなくて、小さくなってもちゃんと儲かるようになって引き継げた方がいいよねっていう考え方もあるんだよね。でもそのまま丸っきりこう譲渡できなかったみたいなことは再生系の M&A ではよくある話だと思うね。でもいいことでもあるんよ、知っとった。例えば俺がやった案件でいくと運送業だよね。A という会社がまあ潰れそうで、 B という会社がまあ買うよという話がまあほぼ決まっとったとするじゃん。だけどこれは事業譲渡なんだよね、株式譲渡じゃなくて。事業だけをこっちに譲って対価がこっちに入ってきて破産して分配みたいな、こういう流れだよね。その時に社員と面接をするんだよね、もう先に意向表明出しといて。そういう時には、そしたらその時にやっぱり前の社長がこいつとこいつはダメだってことになったら、面接しないんで、そこだけ取り残されて、もう沈んでいく船に乗って解雇よ。で、こっちはそのままできるやつだけを移して残していくっていうメリットがある。だから再生系 M&A って割とお得なんだよね、実を言うとね。要は会社がなくなるからね。だからこそできるっていう。だからうまくいかないっていうのは、まああるんだけど、
うまくいかないっていうことの方が圧倒的に多いんだけど、うまくいかないからって言って悲観することもなく、あの捉えどころをしっかり持って取り組めばいいんじゃないかなというふうに思いますよね。業務スーパーでいうと2000年の半ばにこう中国産食品の懸念が結構日本で国内で高まって、うん、まあ、神戸物産で国内回帰を進めたということなんですけども、うん、ピークで年2から3社の買収を進めていたという時期もあったみたいなんですけども、そのぐらいのペースでこう会社を買収していくことができる会社の特徴ってどんなことになるんでしょうか。まあやっぱり資金面があるってことだろうね。しっかりした資金力があるってことと、仕入れ値で負けないってことだろうね。売り値がだいたい決まっとるわけやん、業務用スーパーってさ。もうだいたいこの、ここの地域だったら10億円、この地域だったら10億円みたいなのがあるわけだろ。そしたら、そこば自分が20億持っとったって言ったら、これ全部こう取り込んだらグループで40億になるでしょ。ほんだそうなってくると、40億仕入れる、1個買うと1万個買うとだったら1万個買う方が安く買えるわけだから、要は仕入れ値が安くなるってことだよね。だから資金をどれだけ獲得できるかっていうところによると思う。これいい質問だね。資金を獲得できる会社であれば事業は飛躍的に伸ばすことができるんだよ。だけど買うことができる会社の種類と事業の範囲っていうのをがっちり決めとかんと総崩れになるという例だろうというふうに思う。これは業務用スーパーってところで決めて、そこの範囲の中で例えば1年間に2社とか3社とか普通に買ってるっていうのもまあありだと思うよね。そう、仕入れってところが決まってるからね。で逆にこれ似たような業界で言うとお豆腐屋さんの業界なんかそうなんだよな。ヤマミとか相模屋食品かっていう会社があるんだよな。あそこ確かもう1年間に結構な数買収してたと思うからね、豆腐屋さんを。だからそういうふうにまあ同業他社を買っていって、あれもだから工場を集約して1個作るんと10万個作るんとだったら10万個作った方が単価が安くなるからってことよね。あれはだから逆に言うと中で手で作ってこうやって作ってるような人を首を全部飛ばしてもう全部自分ところの豆腐の機械で作った豆腐を入れていくってことになるんだよね。ただこれが今のさっきの最初の質問の失敗例につながってくるんだよな。だからまるっと売り上げが維持できないんだよ。取引先の中で ABC ってあって、その手で作ったものが E っていうのが A 社だったとして BC はどれでも A みたいないうふうな感じになると A は離脱するよね。そうすると売上が思った売上立たないんだよ。だからこういう時っていうのは思った売上が立たないことを想定して M&A の戦略を立ててるっていうのが正しい考え方かなというふうに思う。まとめると会社を買って成長することっていうのは年商10億円以上の会社の社長はもう必須項目だと思っとってください。100億にはならんのだわ。買わないとな。なかなか上にはいけない。実際フリーなんかでも今めっちゃ買収しおるもんね。買ってものすごいその事業の規模を大きくするっていうことはもう大事なんだよ。だけど買うための基本戦略っていうところは社長にしか作れないんだよ。業務範囲と何を買うかっていうことをしっかり決めとかんといけんってことだよね。買い方もあるしね、あとね。その、例えばもう社長は辞めてもらうとかいうね。よく言うあれだよ、上司は切腹打ち首で、ほんで他の城の兵隊とかの命をもう安堵するみたいな考え方と一緒。もう要は自分らがこう交渉の上で勝ったっていう証明が欲しいっていうような M&A もまあ当然俺はありだというふうには思ってるしね。だからその辺も考えながら、じゃあどういうやり方がいいんかっていうところを組み立てるのがいいんだろうというふうに思うんですけども。でもこれって普通の顧問でやるともったいないんだよね。M&A ってもう1年とか2年とかいうスパンで考えるじゃんか。だからそういうところに沿ってやっぱりこう相談をするっていうのはやっぱグループコンサルが一番安いというふうに思いますよね。毎月1万2000円かかるんですけども、5人1組のクラスと10人1組のクラスというのがありまして、だいたいまあ1人頭10分から15分ぐらい僕と話をしてるかな。今110社ぐらい参加いただいてるんですけども、200社ぐらいまで頑張っていきたいと思っておりますのでよろしくお願いします。それと別にですね、うちは資金繰りのチャンネルなんですよね。だから資金繰りが苦しいとかね、例えば資金調達を急いでるんだとかいうような人とかいるんですよね。そういう人のために個別面談コースというのを用意しております。これは30分48,000円いただいてるんですけども、財務資料からなんか一通り見ます。
で、これの何がいいかというと、うちが資金持ってんだよね。だからうちが資金をつないであげるってことができるので、資金をつなぎながら資金繰りの改善に向けて取り組むというコースを持っております。これが今35社ぐらい参加いただいてるんですけども、50社ぐらいまでやっていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。そうは言ってもやっぱり最初は無料相談がいいんだよね。だから無料相談の場というのも設けておりますので、この上の電話番号か概要欄にリンクを貼っておきますので、よろしくお願いします。会社の資金繰り、資金調達でお悩みの方、補助金、助成金申請のサポートが必要な方、バックオフィスを任せて本業に集中したい方、お金の悩みは誰しもが持ってる悩みで必ず解決できる問題です。ご連絡お待ちしています。